皆さんこんにちは、てつりです。今日はここ東二見駅の、少し東側に来ております。奥に見えている駅舎のようなものが東二見駅になります。奥にちらりと列車がいますね。よし、あの列車発車するのを見送ろうということで、見てみましょうか。お、電車がやってきました。ここは約2時間ぐらいここで撮っているというかいるんですが、汗だくですね。はい、向こうからやってきたのは5000系列の電車。およよ、普通の電車とは違うようですね。あれ、なんか回送って書いてあるぞ。これは5010編成。中にはクロスシートと呼ばれる、阪神沿線民大興奮の車両なんですけども、あれ、方向幕見てみると回送って文字があります。あー、列車行っちゃったな。なんかスピード遅くないか。いやー、なんでだろうな。今踏切が開きました。あれ、おかしいな、なんか止まってるじゃん。おや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 、あんなとこに電車が止まってしまいました。ちなみにあそこ踏切がありますよね。踏切の上で立ち往生してしまってますよ。どうしたんでしょうか。奥に山陽電鉄の5000系列電車がいますが、踏切を塞いでしまっています。向こう側、東宇多美駅と魚住駅の間にあるこの踏切なんですけど、そのもう一つ向こうにですね、踏切がありまして、あそこはかなりの交通量を有する踏切なんですが、そこであのように足止めとなると、どうしたんだろう、事故か何かあったのかなと考える感じなんですけど、東宇多美駅を出て数分もしないうちというか1分も経ってないのに電車止まってしまいました。どうしたんでしょうか。おっと、今見ましたか、ここの下のポイントが切り替わってまた踏切が鳴り始めました。今度はこっち方面を指しております。そうです、あの電車は回送という電車です。回送という種別なんですけど、ここで本線上折り返しを行います。ということで、なぜか不気味ですね。東二見駅を出た後、次は東二見に止まるという、なんとも不思議な電車でした。なんであのように東二見駅を出てからこちら側に行って、そしてまた戻ってきてあっちに入線していったのかと言いますと、あれは回送電車で、電車というのは車両に限りがありますので、駅からポンポン車両を出せるわけではないのですね。まあ、そういうことで電車を、車庫から必要なところへ持っていかないといけないんですけども、さっきの回送電車は東二見の横にある東二見車庫から出庫した後、山陽電車の姫路駅という場所まで回送されます。そしてその山陽電車の姫路駅から、通常の電車、運用列車として走り始めて、あそこに止まっているのは回送電車です。なのでお客さんが乗り降りすることはできません。あれは姫路駅まで行って、それが今度阪神、大阪、梅田と姫路の間を往復して夜のラッシュアワーに備えるというわけです。この東宇多美駅、なぜこんなことをしているのかと言いますと、東宇多美から出る回送電車というのは基本東方面にしか行けないんですよね。ですので、ね、西側、山陽姫路側に行くためにはこちら側の先ほどの本線上のポイントを使って折り返しするしかない、そういうことになります。先ほどの列車はもう行ってしまいました。約1時間後ぐらいに戻ってくるといった感じです。これがこの東宇多美駅で、そして東宇多美駅周辺で行われる、まあすごい迷惑な電車ということなんですよね。先ほど見たように踏切の上を完全に電車が止まってしまって、短い間でしたら 2,3 分停止してしまうということは交通障害となりまして、全然電車が通れないと、まあ、そういうことになるわけです。今回のような現象は阪急電車の神戸三宮駅の東側、 JR 三宮駅の新快速側のホームからも見ることができます。さて、
最後にちょっと見てみましょう。一番奥の方からやってきたのあれは5000系電車。あれは直通特急として走っているため、この駅でお客さんを降ろして隣の普通電車に乗る人は乗り換えまして、そのまま大阪へ行くというわけです。直通特急ですからね。大阪までひとっ飛びということです。優等し別列車が先に出発して、その後はあの小さくあそこに止まっている山陽電車の普通電車が発車するということになります。またすぐに踏切が鳴りました。あの電車は普通電車ですから、ここで待避を行って次の、霞ヶ丘という駅まで後ろの直通特急に追われながら走ることになります。さて、入線してきたこの電車が普通姫路行き。6000系という2016年に登場した新しい車両でやってきました。お、別角度から見てみましょう。列車がやってきました。このように踏切の上で完全に停止してしまいましたね。間近で見放題です。ここで車掌さんと運転手さんが、乗務員の方々が向きを変えるために走っておられます。運転手は反対方面、そして車掌、乗務員はあちら側へ、後ろの前とシノイになっておりまして、ここで運転手さんと車掌さんのダッシュを見ることができます。表示は改装とされていまして、この電車はここから姫路へ行くということになります。日陰になってますから、ね、涼しいです。まもなく発車するやつ。海水浴のヘッドマークがついていますが、このままあれは姫路方面へ改装され、夕方のラッシュに備えるということです。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回は東二見駅のこの東側で行われますねスイッチバックというものについてお教えいたしました。まあ僕は勝手にこれを迷惑スイッチバックなんて呼んでるんですけど、このようにね、ここにたくさんの車が並んで、これとかね、危ないんじゃないかなって思うんだけどね。踏切の上にね、立ち往生するのはあまり良くない。後ろ空いてるから後ろ下がった方がいいんですけど、あの踏切の中にこうやってあの停止するのはあまりよろしくないことですので、もしなった時後ろに行ったりとかしなきゃいけないんでね、まあ多分前が空いてるだろうと思って行ったら、意外とハイエースも空いてなかったとか、そういうことでしょうか。